さっきの動画で、されています。今回は僕のヒーローアカデミア、ヨネクスト、初見、ネタバレ、感想。おーさー。ヒロアカって言われてるやつですね。そう。ゴーカムじゃなく。スルミンは、うん、フェアリーテール真珠じゃん。はいはい、フェアリーテール大好きです。ひどいけどね。ヒロアカも、途中まで読んでるやん。いや、アニメは見てた。どの辺ぐらいまで？タンタンみたいな人いるやん。先輩で強い人。タンタン？誰ですか？すり抜けられる。ミリオさんが出てきたぐらい。あ、じゃあ結構進んでない。あ、本当に？え、全面戦争的なやつもみたいな。そう見てないな。わかんないけど、ヒロアカの映画はね、第一作目は見た。あ、そうなんや。そうけど、そっから2、3ぐらいあんのかな。そう、これ4作目やもん。あー、だいぶ空いたね。なんか記憶がないのよ、この辺の。久しぶりにヒロアカに触れたって感じ。けどまあ、キャラはなんとなく。あ、まあね、セロハットさんね。なんかそこっすね。普通って働きとかさ。ああ、はい。爆豪とかやろ。あ、心配すぎる。俺は、はい、なんか途中までほんと見てないよ。しがらきってやつが俺。あ、この人でしょ。あ、そうそうそう。そいつとの全面戦争みたいな。はい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 、はい。そこまで見たかな。はい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 。で、その後なんか、緑屋がね、うん、高校行かなくなっちゃう。え、不登校不登校じゃないけど。ドンピシやん、なんか。学校に通わずに疲労活動みたいな。あー、なるほどね。確かに芸能系行ったみたいな感じね。そういう堀越高校じゃない。違う、そういう感じ。あ、そうなんだ。俺も別になんか最新話まで追ってもないし、うん、そこまで詳しくないかな。はい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 。もう本当にだからにわかです。本当に久しぶりに見たっていう感じで。本当に久々。で、どうでした？まず、はい、率直に言うと、率直、楽しめた。おー、面白かった。はいはいはい。けど、うん、間の記憶がないから、なんで日本の街こんな崩壊してんのっていう。まずそこよ。時系列的にはローグワン的な感じかな。最新話に続くエピソードでもないし、あ、完全なスピンオフってわけでもないし、はい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 、一応間の時系列を描いてるかな。はいはいはい。だから俺は、うん、まあ、もちろん楽しめた部分もあったし、うんうん、まあ、良くも悪くもなんか夏のアニメ映画とかかなってのもあるかな。まあ、小学生とか、うん、みんな夏休みだからね、そうそうそう、っていうのもあってけど、うん、俺この前テレビちょっと見た時に、うん、ちょうど広がってた最新のアニメ。そしたらなんと、うん、爆豪が死んでた。え？え？いや違う、死んだかどうかわからんけど、完全に忍びをしたというか。え？だから今回ね、爆豪生き生きしてたよ。だからどういう感情で見たらいいのかっていうのが、なるほど、本当に死ぬかわからんけど、本当にもう絶望的な状態みたいな。え？結構好きなキャラだったのにな。結構ファン多いじゃん。なんかこの緑屋とさ、うん、結構バチバチにやり合ってみたいな。はいはい。幼馴染なんだよね。そう。もともと仲良かったけど、うん、途中がちょっといじめっ子になっちゃって。強くなっちゃって、この子が無個性だから。そうそうそう。そうだよね。けど、まあ、最近はなんか結構水くんのことを認め始めた。はい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 。っていう時に多分死んじゃってるから。死んでるか分からんけど、ね、最終決戦のなんか作画とかめっちゃ良かったしね。うんうん、いやすごかった。何が何だかわけよく分かんなかったけどね。伊豆くんがさ、うん、無個性だったけど、うん、なんか平技いっぱいゲットしとったから。そういや、そう設定しないの。あ、そうそうそう。いきなり飛んでたもん、空。そうそう、なんでこいつ飛んでたっけと思った。あとなんかスパイダーセンス的な。あ、そうそう、すごい無知もあるしね。そうそう、すごいことになってたから、ちゃんとすごいヒーローになってた。うんうんうん。残念な点は言うと、ロー、まあちょっと敵が弱すぎるなっていうのは。あ、ラスボスはそれなりに何かバン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 、それ以外の幹部、確かに幹部見た目は強そうだけどね。映画版だから、うん、やっぱ尺決まってて。まあまあ、そう、ね、本来はもうちょっと多分結構ね、何話かずつ使いたかったんだろうけど、まあ、尺の問題で、そこは仕方ない部分、弱くなっちゃったっていう。この今回の映画で一番頑張ってた人誰だと思いますか？うん、このことよ。この人確かにすごかった。うん、はい、誰ですか？これ常闇くんですよ。あー、トカヤ君一人で戦ったからずっと。そうね。みんななんか集合してさ、はいはい、戦ってた。トカヤ君一人でずっと戦ってから。あ、ここは俺に任せろみたいな。いや、一番かっこよかった、トカヤ君。俺、こいつ出ちゃいますけど。え、なんだっけ？3年組の中で。霧島。確かなんか、霧島さんと、爆豪君が、絆固くなったみたいな、エピソードあった気がする。ちなみにプロフィールはエンディバーが好きなんで、どうでもない。一番好きなのはでも、オールマイトだったね。あ、そうなの？そう。でも、エンディバーさんの戦いも俺見た覚えあるんだよ。今回もね、ちょっとしか出番はなかったけど、やっぱり安心するよね。けどまあちょっと残念な点は、うんうん、これもしゃあないんだけど、うん、あくまでスピンオフだからさ、はい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 、絶対主演級のやつらはさ、うん、死ぬことはないじゃん。あ、なるほどね。衝撃的な展開っていうのはない。そうそうそう。だからその鬼滅の刃とかはちゃんと本編のやつを映画化してるから、うんうんうん、それはもちろんその死ぬこともあるけど、うんうん、こういうスピンオフ映画って死ぬことがないから、まあまあ確かにね、あんまりヒリヒリ感というか、あ、ドキドキ感はないかなっていう。まあまあそうね、ドキドキ感はなかったけど、なんかでも俺的には久しぶりにやっぱヒロアカが触れたから続き見たくなったね。まあ、確かにずっと止まってるもん、時は。ずっと止まってる。
久しぶりに会えた感じ、みんなと。あ、うん、しかももうすぐ漫画の方は完結すると言われてるから。そうなんだ。結構もう最終決戦だから、ね、だからちょうどいいかも、タイミング的には。確かに、うん、今回新キャラ良かった、俺的には。あ、そう。この人やっぱかっこよかったし、引きない状態だけど足でさ、あーあったね、なんかアイアンマンっぽかったし。ああ、そう、ね、腕のブバブバみたいな感じもね。堀越先生が、堀越先生じゃ原作者、原作者の堀越先生が、うん、マーベルめっちゃ好きなんよ。おお、なるほどね。なんかの映像で堀越先生の自宅にマーベルのフィギュアがあった、ね、うん、だからヒルアカのここマーベルっぽくなってんだ。ああ、だし漫画で読むと結構アメコミっぽい表現だった。しかも今回めっちゃインフィニティウォーっぽくなかった。草原で戦うシーンとかワカンダのシーンに出てたし、急にあのデカム作るのも、うん、インフィニティウォーでもデカい雰囲気だよこれね。ドーナツね、九州ってね。メルル好きなんでしょ。考えろ。でもこれなんだっけ、アンナさん、アンナさん良かった、アンナさん良かった、アンナさんめちゃくちゃ良かった。あり、うん、